実は、3曲ダン、それからヘイブ、ファウンドラブあるんですけど、これダンブって曲はもう3年、2年ぐらい前かなに作ってミュージックビデオも撮った曲なんですね。でヘイブに関しても、まあ、相方のビッグロン、はい、最後のファウンドラブなんですけど、これは実は、去年の8月に結婚して12月に結婚式だったんですけど、まあその場で、まあ、自分でパフォームしようとして作った曲なんです。それで、まあ、ビートメイクをメインの DJ ムナリ君に頼んで作ってもらい、そのタイミングで、まあ、作った3作目、何の3作目かっていうと、まあ、普段やらないラブソングですね。なんですけどやっぱり、極力このみんなが何年経っても知ってる曲っていうのを目指して作っていた上でリリースするタイミングをずっと逃したんで、その3曲目のファウンドラブを作った時点で、あ、やっと出そうと、なんか自分のカラーじゃないんですけど、じゃないからこそやっぱり1曲だけじゃなくて3曲で一気に攻めたかったというか、2曲はかなり前なんですね、作ったのが。そしてもう1曲は、まあやっぱりね、ムナリ君と自分日本人なんで、日本語ラップでやるべきかな。でその上で大事な話、やっぱり英語でずっとラップしてるじゃないですか、この6年間。やっぱり日本のね、僕のファンの人たちもその英語の曲出せばダウンロードしてくれたり、まあ日本のね、まだ友達の DJ たちがかけてくれたりとかしてくれるんですけど、でも正直やっぱり歌詞の意味の最後の最後まで、わからない点が多々あったと思うんですよ。誰にでもね、日本人の誰でも伝わる曲をやって、この英語の字幕で、まあ、意味は逆に英語圏の人たちが分かってくればいいかなっていう、そういう思いでした。これはやっぱり、まあ、さっきも言ったように結構さらっと作ってるというか、で特に、まあ、フローはいつも当然違うんですけど、ファウンドラブに関してはある程度、歌物で攻めてるというかっていう、やっぱりいろんな自分のフローを、日本が分からない人にも聞いてもらって、逆に英語の字幕で意味を理解してもらって、そこに共鳴してもらえればっていう、まあ、変な話、過去に出した、618、これがねやっぱりすごいヨーロッパ系の人たちが気に入ってもらって、聞いてもらって、流してもらって、ダウンロードしてもらってるんですね。なんで、まあ、日本語でもやっぱりやっていかないとなっていう気持ちがあって、はい、日本語の響きはやっぱりヨーロッパの人たちもやっぱ受け入れられてると。そうですね、というよりキャラと多分、まあ、たまにこうコメントもらったりするんですけど、日本人はあまりキャラでトリプルフォールとか、この多分トレンドを追いながら、このオールドスクールと混ぜながらっていう、この黒のコントラストですか、それを意識しながらやってるんで、変な話英語の方がラッパしやすいです。やっぱりビートにも乗せやすいし、ただし、日本語を作るときって正直日本マーケットのことを考えてやるんで、結構作り方が違うんですよね。その日本語ラップを日本マーケットをこうフォーカスして作るんですけど、それでもやっぱり海外でも聞いてもらいたいし、ね、やっぱりどんな場でもプレイしてもらいたいしっていうのがあるんで、まあ、その辺というか、こうまあ、どんなアングルからでもこう指していけるようなっていうことはいつも心がけてます。